こんにちは、ノアガです。まあ、まず部族宣言を読んでくれということであったんですが、50年前書いたものは今の時代に合わないんじゃないかなと思って、いくらか変えてですね、新しく書きました。それを読んでみます。部族宣言。僕らは宣言しよう。この国家社会という殻のうちに、この文明の道をから抜け出て、国家とは違った、まあ鑑真からの思いの輪ではない、国家とは違った内容を支えとした、今一つの共同体が生まれつつあると。土からは生まれ、土の上に何を建てるわけでもなく、ただ土と共にあり、土に帰っていく共同体、魂の呼吸そのものである愛と自由と知恵による一人一人の結びつきが支えている共同体が生まれつつあると。いつであれ、どこであれ、土すなわち自然と共にあり、僕ら自身自然であることを自覚しながら、文明に飼いならされない心でこの命を歩いていこう。自然のままに、何もかも変わっていくし、変わっていかざるを得ないことを見ながら。だいぶ短くなってしまった。詩を読む前に七尾との出会いを少し、まあ僕は、15の頃、新宿に風月堂というね、クラシック喫茶がありました。そこに、今、日本山妙法寺の坊さんをやってる加藤さん、加藤守と、その彼に連れられて行ったんですが、初めて、クラシックをかけてる店 で、実にいろんな人たちが出たり入ったりして店でした。まあ僕はそれにすっかり惚れ込んじゃって、高校1年で中退して風月堂の大学に入り込んだわけです。まあ、いろんな人がのとの出会いもあったんですが、ある時に七尾が、君僕の詩の補填をやってるから見に来ないかというので、ちょっと池袋のデパートがどこでやってたんですよね。それを見に行ったのが初めてのおしゃべりの始まりでね。その時は、まあその年だったかな、まずは、まあその時以来、本当あちこち引き歩いてたんですが、最初に、まあ、新潟の、雪の中の新潟、正月でしたね、2人と、もう1人、イギリス人と3人で、新潟の町の中の一軒を訪れたんです。それはまあ二人とも親しい友達が、僕の家に行ったらゆっくりできるから行ってきなよと言われてね、で行ったんですが、あっさり断られまして、すごすごとまた雪の中を七百して帰ってきたんですよね。
その年の夏だったか、今度は鹿児島の方へ行こうという話になって、七尾と一緒に出張をして、あちこち寄りながら、七尾の知り合いのところなど寄り合いやりながらですね、また僕らの親しい友達で、まあ、宮崎のに実家があるマオリという、その男からやっぱり僕のところでゆっくりできるよということで、本だけでしたもん、リュックに入ってるのはね、本をいっぱい持って行ったんですがね、やっぱり一晩で追い出されて、その後また鹿児島へ、鹿児島まで引き継いで行きました。そして彼は奄美大島へ行ってみようということで、ね、今度は船会社に行って、僕はこういうわけでヒッチハイクして滞在してきてるので、船をヒッチできないか聞いたんですね。そしたら優待券をくれて、そのおかげで僕ら二人のパターンね、奄美大島、徳之島、そして与論島まで行きました。その頃の日本の南の果てでしたけどね。まあその後、何度か、その奄美大島の旅や、まあ夏、多分夏でしたね、行きましたね。一度は山田ポンと七尾と3人で鹿児島で落ち合って奄美大島の旅をしたこともあります。そんなあれでしたが、63年でしたかね、オーストラリア人で、まあ七尾とちょっと親しくなったその友達から、ゲイリー・スナイダーが京都に住んで今インドを旅してるけど、ちょっとしたら帰るから行ってみないかということを聞きまして、手紙が来たんですね。で七尾と二人でゲイリーのところへ行きました。ちょうどアレン・ギンズバーグも一緒にインドから帰ってきたところで、まあ4人で京都の街をブラブラしながら、まあ3日ほど過ごしたんですが、それから南に旅をするたびにゲイの家にね寄らせてもらって、ゆっくりさせてもらいました。そんなこともあって、まあ、七尾とはその後も、まあ、旅を続けたり、で東京ではやっぱりいろいろな友達がおりまして、まあ、あちこち泊めてくれるので僕ら二人で行くこともよくありました。で、大体歩いて行ったんですね、はい、まあ、中央線沿いが多かったんですが、三鷹、国分寺ぐらいまではね、歩いていきました。そのうちに、また宮内君、今、宮内克美君という、まあ、小説を書いてるね、友達がいます。彼もよく、風月ドラマに来てて、もう本当、僕が初めて行った頃から知り合いだったんですが、その彼が、あるとき、山尾三世を紹介するから行ってこないかって言うんでね、山尾三世はその時国分寺に住んできたんですが、七尾と二人で行きました。それ以来三世とはもうぴったり合った行動を しながらね、行ったり来たりしてたんですが、
そのうち長尾がある時、ちょっと集まれっていうんでね、新宿の小さな店に、5、6人でしたかね、集まって、そしたら長尾が、僕らの、グループっていうかね、ちりちりバラバラで集まってた、連中をバンアカデミアと呼ぶことにしようという提言があって、で、それからバンアカデミア古事記学会という集まりというか、ができました。何人いたか何十人いたかね、もうぶつかないところですが、それで、パーティーをやったり、いろいろやっていたんですけどね。で、1967年ですか、僕ら高田の馬場にある箱根山というところに集まって、そこから新宿まで、ギター弾いたり歌を歌ったりしながら行進をしたんです。それは何のかというと、もう人類の滅亡が迫っているというようなことを題材にしながら、行進をしました。その頃はまだ道路をブラブラ歩いてもうるさいことになってですね。で、その次の日にまた、どこか新宿のホールでダンスパーティーですかね、今のゴーゴーパーティーみたいな、やりましたね。その時はまたいろんなグループが来て、ステージでなんだかんだやった集まりでしたけど、で、その4月ですね、その後ぐらいに僕ら山尾三世が友達と一緒に富士見町の、信州の長野県の富士見町に入賀山のふもとにね、土地を買ったから、そこに暮らすようにしようかということでね、最初は僕と秋葉っていう、僕からの友達と2人で入り込んで、ビニールテントを建てたりしてですね、住み出したんですが、そのうちのどこから聞いてくるか若い人たちがどんどん入ってきたりして、賑やかになりました。で、5月でしたかね、6月に、その6月にね、長野たちは諏訪の瀬、今僕は住んでいるんですけど、鹿児島県のトカラ列島にある諏訪の瀬島という島に行きました。やっぱりそこに、共同体でね、共同で暮らすようにしようということで、で、始めたんですが、その後7月でしたかね、僕はゲイと一緒に、諏訪の瀬島へ、僕は初めてですね、行きました。それ、そこは奄美大島に行くまた一つの船便があったんです。諏訪の瀬島を過ぎて、また奄美大島の那瀬まで行くね、フランティアって、たまたま七尾がその船に乗った時に諏訪の瀬島の住人に声をかけられて、ちょっと諏訪の瀬島に降りてみないかということで、その言葉が始まりでしたね。で、七尾をすっかり気に入って、そこで暮らすことを始めたんですが、出たり入ったりでね、僕も出たり入ったりでしたな、最初は。で、帰ってきて、東京に帰ってきて10月ぐらいでしたかね、
山田ポンとですね、二人で新聞を作ろうやということになったんですね。それというのも、現実ないなら時々アメリカへカリフォルニアに、ね、帰って行ったんですけど、そのたびにいろいろアメリカのものをね持ってきてくれて、その中にその当時一番売れてたというかね、オラクルというあそこの、雑誌をね持ってきたんですよね。まあそれがかなり面白いもので、その頃のあそこの、まあ、ビートニックでしたけど、その人たちの暮らし方とかね、まあそろそろヒッピーも入り出した頃ですね、その彼らの動きなどを書いてあったものでした。それを読んで、まあ、それに似たようなものを作ってみようということで、ポンと二人で、ポンは差し入れ僕は、まあ、編集の方をね、いろいろ文章書いて、ね、編集したりして、新聞を作りました。その12月でしたかね、新聞ができて、新宿やあちこちで立ち売りで売っていたんですけど、まあ、たちまち1万部なくなってしまった、というあれなんです。まあ、僕はその後68年に正月からインドに行きました。でインドに1年ちょっといたんですよね、まあ、インド、ネパールに、それで帰ってきた頃は、ナノはアメリカに、まあ、ゲイに呼ばれてね、アメリカの方へ行ってました。まあそれからはほとんどナノと会うこともなく、で僕は、まあ、73年でしたかね、諏訪之瀬島に、定住することを決めて、まあそれ以来、まあ、ナノもたまには来ましたけどね、彼とは一緒に動くことはなかったんですが、まあ、彼と、まあ、15の頃にね会ってね、ちっちゃい頃をやったりしたのが懐かしい思い出ですね。で、ナノという詩を書きましたので、それを読ませてもらいます。足がある、ナノと、じゃあまた、まだありもしない、まだなくならない、この今に僕は君に会った。新宿風月堂、七尾が言う、君、僕は忙しくってね、そっちにも呼ばれてるし、あっちにも呼ばれてる、行ってきなよ、僕はここに座ってるよ、バッハを聞きながら。そしてまた、君、今夜の僕らの宿はどこかね、三鷹だよ、それではと僕らは歩き出す。時速6km、新宿から中央線に沿って、鉄とコンクリートの水たまりのほとり、文明を突き抜け、足があると、黄昏の空をかすめ、ほんのり星が瞬き出す。僕らは祈りもしないで星を見つめる。オリオンだ、シリウスだ、南極老人星だ。星たちが歩いている。かすりはないし、宿もない星たち。時には砂の消えた浜辺で、ヤドカリたちと酒を飲み、時にはカエルたちの奏でるバロック音楽を聴きながら、リュックにはギリシャ哲学、ウパニシャッド、仏典を忍ばせ、光の花、
闇の花に包まれながら足はあるとエメラルド色の海サンゴの白い渚照りつける太陽の下を時には眩しく輝く雪の上を歩く足がじゃあまたと僕らは別れまた会ったそして今度は君は君のものではない君の死体を置いて出かけていったきっとまたそっちに呼ばれたのだろう地図に書かれた骨であり海辺に咲くサボテンの花であり灰まみれの風に吹かれる歌がそう歌になってじゃあまた新宿でハリネズミの風月像でヤブ工事の森で高速道路の行き交う闇の中で放射能が降り注ぐ雨の中で焼酎を引っ掛けラーメンをすすろうほほほっと笑ったりありえない言葉を喋ったり夢見られている夢のように歩いていこう花が咲く枯れ枝の先で文明の行き止まりで君は君を流れ僕は僕を流れていく歩いてきたことはそうどうぞ忘れてくださいただ今ここにいるこれで十分さあ七尾お茶にしようやありがとう